皆さんこんにちは、小沢マリアです。今日は結構ねメッセージとかで質問が多かったので、それをピックアップしたいと思います。でそれが何かというと、自分が私が小沢マリアとして活躍してた時に撮ったビデオの中で一番はトップ3ぐらい印象的でだったか気に入ってたやつがあれば教えてくださいっていう質問がめちゃくちゃ多いんですよ。で結構ねインタビューとかでも答えてたりはしてるんですけど、やっぱその時のその時のなんか雰囲気っていうかイメージで、まあダントツナンバーワンはもう絶対この答えは変わらないんですけど、もう最近ちゃんと考えてみて、で久々にこの間自分のウィキとか見ちゃって、ああそうだこれ撮ってたなとか思いながら、またフレッシュなメモリーのうちに答えようと思ったので、今回の動画は小沢マリアが選ぶ動画トップ3です。ナンバーワンは3だから3からいこう。ナンバー3はですね、タイトルがどうしても全部ごちゃごちゃで似たようなものばっかだから覚えてないんだけど、小沢マリアなんとかなんとか七変化みたいな感じだったんですよ。小沢マリア市場入ってたかなんとか、まあそんな感じの七変化って感じで、でこれも S1 さんだと思うんですけど、で撮ったやつで、これがですね、まあ七変化っていうぐらいですから、いろんなコスチュームに着替えていろんなパターンの撮影シーンがあったんですけど、めちゃくちゃ印象深くて、なぜかっていうとやっぱ若くデビューしてるので、コスプレとかハロウィンとか自分たちでやってた程度のコスプレとか今までしたことないんだけど、初めてこの現場でいろんな衣装を着ていろんなパターンで撮影をするっていう日だったんですよ、その日が。でなんかボディコン着たりとか、めっちゃタイトなキャッツアイみたいなスーツ着たりとか、あとねもちろんお決まりのナースとかもあったのかな確か。あでもね、意外とその時の撮影はありきたりなコスプレはなくて、結構マニアック系に行ってたと思うんだよね。全身編みタイツだけどなんかちょっとアレンジの効いたやつとか、それこそニーハイブーツにすごいなんか奇抜なビキニだったりとか、ウエスタン系だったりとか、あと一個ね、何着たか思い出せないんだけど、すごくイメージともう真逆な衣装を用意してもらってて、でそれもなんか意外性があるからいいよみたいな感じだったと思うんだよね当時。それもすごいなんか全然似合わないじゃんとか思いながら着てたのをすごく覚えてるから、そのビデオをもし皆さん見たことあるとかなかったらちょっと見てみてくださいっていうのもあれかな、微妙かな、わかんない、女の人も見てるからあれだけど、それがトビーのナンバー3でした。ナンバー2は初めて共演した時ですね。これはまあ相手のプライバシーもあるので、その誰と共演したかはちょっと伏せてもらいますが、その子と初めて共演した V が、まあ、たまたま知ってた子なんです。イベントで知り合ってたのかな。でその握手会とかなんていうの、そういう撮影会とかでの共演じゃなくて、 V での撮影の初めての共演だったので、なんかすっごい恥ずかしかったりとかで、違う場所でその子と出会ってるので、そっかみたいな感じで、なんか2人でなんかいろいろ決めつつ、なんかこういう時この合図出すからこうねとか、カメラ回ってない時にあれするからそういう時あっちに回ってみてねとか、いろいろね打ち合わせしたのをすごく覚えてるから、すごい楽しかった反面、その時に思ったのが、やっぱ友達とか仲いい子と一緒に V やったらすごい楽しいし盛り上がるのかな現場はって思ったんだけど、そんなことなくて、やっぱりねなんかその感情ないって言ったらおかしいですけど、その結構初めましての勢いで会った人の方が演技をしやすいなと思いました。なんかそのお互いからの状態っていうか、ゼロからのスタートだから、その現場で知ってって撮影中にお互いを分かっていくみたいな過程があるから、最初から知ってちゃうと変にねやりづらいから、それはちょっと思ったかも。なのですごい印象深いナンバー2、まあお気に入りのビデオはその私が初めて共演した方との V です。でナンバー1は、これは誰に聞かれてもどのインタビューでも絶対に答えてると思うんですけど、私が初めてデビュー1本目、リリース1本目の
ビデオですね。ギリギリモザイクさんから出してもらったあの1本目の動画なんですけど、もうあれ超える DVD ないんじゃないかな自分の中で。でそれですごくあのなんて言ったらいいんですかね、なんかいろいろと業界を騒がせたみたいなことを言ってくれるんですよ今でも。なのであの一本で本当に人生変わったと思いますし、もちろん良くも悪くも、で良くもっていうと今の私がいるから、あの一本のおかげでこうやってちゃんと小沢マリアとして何十年もね現役でいてられるから、すごく感謝の気持ちもあるんですけど、悪くって言えばそんなマイナスではないですけど、やっぱり人間関係がこじれたりとか、そこでなんかいろいろあのねあったけど、それも覆すぐらい私はすごいこの一本ですごく変わったと思うので、この私の1本目、リリースされて1本目の小沢マリア世に出ましたっていうあの動画っていうかあのビデオはもう多分一生の思い出ですし、あの1本だけ今でも家にある、探せばどっかにある、あれだけ捨てられなかった、何があっても他の DVD とか雑誌とかは捨てざるを得ないシチュエーションとかがあって捨てちゃったけど、あの1本だけはもういつもいつもなんかこう絶対に取っとくように捨てたかな、から今もいます。でもうマジで多分レアだと思う、売ってないんじゃない、もう私のデビュー1本目の DVD なんて分からないですけど、のでそれをもし、まあ、見てくれてるとは思いますが、見てない人がいたらぜひ見てみてください。でパッケージもめちゃめちゃ印象的でなかったんだよね当時。そのなんかハーフっていうのがまずそのレッテルもなかったし、 V の業界にいたけど少なかったのかな。でなんかこのあの当時のもう高校卒業してもうすぐのなんていうのかな、ウルフカットバンバン真っ黒でもう眉毛シャキーンみたいな面影ちょっとわかるぐらいの感じで、でなんで書いてくれたのか、あそうですそうですそれそれそれのなんかパーフェクトボディみたいなの書いてもらったので、あの時のもう DVD はもう全てがもう全てに対して全てが変わりましたから、あれは思い出だし、あれがあって今の私がいるので、あれはもう大敵にナンバーワンの中で、のでそれが私のピックしたベスト3でした。では皆さんでも他になんかねコメント欄に書いてねって言いたいんだけど、今なんか YouTube やるようになってたから Facebook、 あ Facebook は関係ないか、まあ、フィリピンに行ったりとかいろんな海外行くようになってから、あの見てくれるお客様の層がすごく変わったから、そんな簡単にねじゃあ見てねとか言えない、いやわかんない、どうなんだろう、見たい人は見てください、で見たくなかったらもうスルーでって感じなんだけど、すごい印象的なあの私の中ではパケになってるので、ぜひぜひご覧あれ。なのでではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。